草薙さん、今日もよろしくお願いします。よろしく、星野さん。じゃあ今日も声出しからやろっか。うん、それじゃあ。なんだろう、うまく言えないけどこうじゃない気がする。力が入りすぎちゃってるかも。喉が閉まらないようにもっとお腹を使った方がいいと思う。お腹を使って、それじゃあ。あ、うん、そんな感じ。さっきよりもいい声になってる。そっか、この感じか。ありがとう草薙さん、おかげでコツがつかめた気がするよ。でもやっぱり何か足りない気がする。本気で歌ってるのにどうしてだろう。星野さんに足りないのは多分自信なんじゃないかな。自信？うん、初めて星野さんの歌を聴いた時、なんとなく迷いながら歌ってるように聞こえた。それに今もどこか自分の歌を信じきれなくて不安に思いながら歌ってるような感じがする。自分の歌を信じきれなくて。確かにそうかも。うん、私も同じだったから、わかるんだ。え？同じって？昔、舞台の本番で失敗しちゃって、それからずっと自分に自信が持てなかったんだ。その時は、歌っても歌っても、何かが足りないって思ってた。多分、今の星野さんと同じ感覚だと思う。そうだったんだ。ねえ、草薙さんはどうやってそれを克服したか聞いてもいい？私は歌を楽しむ気持ちを思い出して克服できたよ。歌を楽しむ気持ち？うん、ちゃんと自信を取り戻せたのかって言われるとわからないけど、でも自分の歌に何か足りないって思うことはなくなったかな。そうなんだ。でもあんまり難しく考えすぎなくていいんじゃないかな。考えすぎると逆に歌えなくなるから。それより星野さんが歌ってて楽しいって思える瞬間を見つけていく方がいいような気がする。うん、わかった。ありがとう、草薙さん。じゃあ、もう一回頭からやってみる？うん、お願いします。それじゃあ、行くよ。ワン、ツー、スリー、フォー。感じたよ。声が跳ねてるっていうか、うまく言えないんだけど、演奏しててすごく気持ちよかった。ありがとう、草薙さんのおかげかな。そういえば教えてもらってるって言ってたね。うん、この間も遅くまで付き合ってもらってたんだ。そうだったんだ。いっちゃんの努力が歌につながったんだね。ね、しおちゃん。うん、
そうだね。私も演奏してて気持ちよかった。ありがとう。こう言ってもらえると嬉しいな。勇気を出して草薙さんに頼んでよかった。でも私もあの人たちみたいに誰かの心を動かせる演奏をしたい。だからもっと上手くなってプロになっていろいろな人に聞いてもらいたいって思ってる。私の演奏で誰かの心を揺さぶれたらって。私はまだそこまでの歌を歌えてない。もっと上手くなってシオと一緒にみんなと一緒にいい演奏をしたい。でもこれ以上上手くなるにはどうしたらいいんだろう。それじゃあ、私はもうちょっと残ってミクと練習していくね。みんな、お疲れ様。うん、いっちゃん、ミクちゃん、お疲れ様。いちかちゃん、あまり無理はしないようにね。じゃあ、また学校で。うん、バイバイ。ごめんね、ミク。付き合わせちゃって。ううん、気にしなくていいよ。何か話したいことがあるんでしょ？うん。どうしたの？話してみてよ。ねえ、ミク。自信って、どうやったらつくのかな？自信？最近歌を教えてもらってるおかげで自分でもわかるくらい上手くなれたんだ。そうだね。私も前より上達してると思うよ。ありがとう。でもまだ何かが足りない感覚があるんだ。自信が足りないからじゃないかって言われたんだけど、どうやって自信をつければいいのかわからなくて。だからミクに教えてほしいの。今の私にはとにかく練習するって方法しか思いつかなくて。そうだね。いちかは練習は十分頑張ってると思うよ。それでも何かが足りないと思うなら人前で歌ってみるのもいいかもね。人前で？うん、たくさん練習してこれで大丈夫って思っても本番になったら緊張でできなくなっちゃうこともあるし、だから人前で歌えるようになったら自然と自信もついてくるんじゃないかな。そういえば練習以外で誰かに歌を聴いてもらったことってなかったな。でも人前で歌うっていうとどこだろう。文化祭はかなり先だし。それなら路上ライブはどうかな。え？知らない人の前で歌いきれたら自信がつきそうじゃない？確かにセンター街とかで歌ってる人を見るけど、でも私にできるかな。いちかならきっとできるよ。ミク、うん、ちょっと緊張するけどやってみるよ。
ありがとう、ミク。相談に乗ってくれて。ふふ、どういたしまして。応援してるよ。この辺りでいいかな。いつも誰か歌ってる人がいるけど、今日は誰もいないな。どうしよう、緊張してきた。でも大丈夫、いつも練習してるし、草薙さんにも教えてもらったし、ミクにも応援してもらったから、よし、自信を持って。あれ、おかしいな。もう一回深呼吸して。声が出ない。いつもならもっと声が出るのに、どうして。そっか、ここで歌ったらこの人たちに歌を聞かれるんだ。変な目で見られたらどうしよう、笑われたら。どうしよう、ギターを弾くのも怖くなってきた。でもうまくならなきゃ、歌い続けなきゃ。でも笑われるどころか、誰も聞いてくれない。誰も聞いてないのに歌っても、うん、今日はもうやめよう。曲も歌いきれなかった。ああいう場所で堂々と歌える人ってすごいな。志保はああいう風に知らない人の前で演奏したことがたくさんあるんだよね。草薙さんとの練習で上手くなれたと思ってたけど、志保から見れば私なんて本当にまだまだなんだろうな。もっと上手くならないといけないけど、このままじゃ。あれ、これミクの歌だ。可愛くて綺麗な声、一体どんな人が歌ってるんだろう。え、あそこにいるのってもしかして、あずさわさん。あずさわさんって確か志保と同じクラスの、おとなしそうな子のイメージがあったけど。知らない人がたくさん通ってる中で堂々と歌ってる、自分の歌に自信を持ってまっすぐ歌ってるのがわかる。それに
通りがかった人が足を止めて梓沢さんの歌を聴いてる。梓沢さんの歌がみんなの心を掴んでるんだ。すごいな。皆さん、聞いてくれてありがとうございました。はい、それじゃあ今日はここで。あの、梓沢さん。え？星野さん？志保ちゃんのお友達の。うん。いきなり声かけちゃってごめん。梓沢さん、すごく歌うまいね。びっくりしたよ。ありがとう。なんだかちょっと恥ずかしいな。そんなことないよ。すごく堂々としてたし。いつもここで歌ってるの？うん。でもまだ始めたばっかりだから、いつもってじゃないかも。そうなの？うん。いつもはグループで歌ってるんだけど、その中でも私が一番経験が少なくて、他の子は何年も音楽やってたり、ずっとイベントに参加したりしてて、歌やパフォーマンスがうまいんだ。その友達に早く追いつきたいから、今は一人でイベントに参加したり、ここで歌ったりしてるの。すごいね、梓沢さん。一人でそんなに頑張れるなんて。叶えたい夢があるから。夢？うん。今歌ってる友達と一緒に、いつか大きなイベントをやりたいの。見てる人みんなが、ううん、そこにいる人みんながドキドキするような、そんなイベントを開きたい。今はまだみんなに追いつくのが精一杯だけど、でもいつか絶対に叶えたいんだ。そうなんだ。そういえば星野さんも志保ちゃんと一緒にバンドやってるんだよね。うん。私はまだまだだけど、志保は小学生の頃からベースやってるからすごくうまいんだ。音楽にすごく真剣で、プロになるのが夢だって言ってた。プロ、すごいね。星野さんもプロを目指してるの？うんうん。私はプロになんてなれないよ。すごい人がいっぱいいるしね。でも、志保の夢の力になりたいんだ。志保ちゃんの？うん。私がプロになるのは無理でも、志保が目指す場所に近い演奏ができたらって思ってる。いつも教えてもらうばっかりで、志保の練習時間を削っちゃってるし。だから、もっと上手くなって、志保が思う存分演奏できるようにしたいんだ。そうなんだ。星野さんの夢もすごく素敵だと思うな。夢っていうほど大したものじゃないよ。でも叶えられたらいいなって思う。だけど。どうしたの？星野さん、何かあったの？実はもっと上手くなるためには自信をつけないといけないと思って、初めて路上ライブをしてみたんだけど、でも全然歌えなかった。私の歌が変だったらどうしようって思ったら怖くて声が出なくて、結局一曲も歌えずにやめちゃったんだ。そうだったんだ。じゃあ私と一緒だね。え？私最初は緊張して失敗したり、機材トラブルがあったりして全然うまく歌えなかったんだ。でもね、
その時一緒に歌ってる子が言ってくれたんだ。小羽のことを信じて歌うって。だからその子の気持ちに応えられるように早く追いつくために練習してるんだ。きっと志保ちゃんも星野さんのことを信じてるから教えてくれるんじゃないかな。謝るくらいなら練習しよう。私もみんなと上手くなりたいから。そうだ、志保、みんなと上手くなりたいからって言ってた。志保の力になりたいならここでくじけてちゃダメだよね。ありがとう、あずさわさん。またやってみるよ。どういたしまして。力になれたなら嬉しいな。